戦機は手段を取りたくないのですが、力ずくでパーツを取り返しますよ。あなたを見ていると食欲が抑えきれない。どっちが先にお菓子にするか勝負だ。ぐぬぬ、これは俺のだぞ。お前なんか嫌いだ。ありがとうございます。確かに探していたパーツです。あとパーツは残り2つ。
次はあちらに行ってみましょう。こんなところで宇宙船のパーツを発見してしまった。お子様たちは引っ込んでない。ここは一番年長者の俺がそのパーツをいただこうかな。なんだよ、大人げない。うるさい。大人には大人の事情ってもんがだな。ドジョウくん、うっぱらおうとしてるんだ。なぜそれを。仕方ない、ここは公平にじゃんけんをだ。パーツに夢中すぎて私たちの声が聞こえていないようです。少し手荒くなってしまいますが、あの人たちと戦って取り返しましょう。可愛らしい方ですが、油断できませんね。やってやろうじゃん。よし、これでパーツはあと一つになりました。最後までお付き合いしていただけると嬉しいです。なかなか最後のパーツが見つかりませんね。あの人たちが持っているものって。このキラキラした一体、何か素晴らしいパワーを秘めているのを見るぜ。早く持ち帰ってブリード様に献上するのだ。それはこの俺様が見つけたんだ。なら今は全部俺のものだ。お前一人で見つけたものではない。私のものなんですが、返してもらえないでしょうか。このパーツはフリーザ様のものだ。たとえレディの頼みでも聞くことはできん。ちょうど体がなまっていたところなんだ。てめえらを倒して俺が手柄を独り占めしてやる。手柄はすべてこのザーボン様がいただく。てめえにだけは抜け駆けさせねえよ。そりゃ誰が一番早く倒せるか競争だ。あのパーツが最後の一つになります。戦いに巻き込んでしまって申し訳ないですが、もう少しお力を貸してください。ありがとうございます。これで彼に会うことができます。甘いな、お嬢さん。そのパーツを狙っているのは我々三人だけだと思ったか。おやおや、連絡を受けた。このアリサムですね。このパーツ渡していただきます。そしたら見習ってあげますね。このパーツはもともと私のものです。なかなかやりますね。見たことが苦戦する味です。あの最初の思い出しますと楽しくなってきましたね。このままだとキリがない。お前なかなかやるな。その力目を見張るものとなる。あなたのおかげです。今回はお手伝いいただきありがとうございました。
信じらんねえ。おめえ、ほんとにすげえな。